皆さんこんにちは、いちごの元気です。今日はですね、先日はじめしゃちょーさんが動画でやっていた絶対にやってはいけない儀式、僕もですね真似してちょっと人形を作ってみたんですけど、不思議なことが起こりました。動き出したんです。こちらご覧ください。こんな風にですね、人形がくね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 動いているんですね。いやー、くねくね動いてますね。すごい、なんか苦しんでいるようにも動いています。ちょっと怖くなってね、この場を逃げ出したい気持ちでもありますけど、今度ね、これがなぜ、この人形がなぜ動いたのか、科学的に実験していきたいと思いますのでね、皆さんも分かったらちょっとコメント欄に書き込んでください。念のため作った方法をね、こちら紹介しますね。紙を取り出して、人形の形をボールペンで描いて、ボールペンで赤、青、色を塗りました。そして切り取りました。これだけです。これをですね、机に置いておいたらですね、動き出しました。さあ、またですね、このなぜ動いたのか、実験いろいろしてみて分かったらまた報告いたしますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。